幻想水湖伝ファンの皆様、大変長らくお待たせしました。コナミデジタルエンターテインメントの崎山です。今日は幻想水湖伝 1&2HD リマスターの最新情報をお届けします。幻想水湖伝シリーズは1995年に第1作目が発売されたコナミを代表する RPG タイトルとなっております。今作はそのシリーズの1作目と2作目が一つになったタイトルとなっております。昨年の発売延期告知から長らくお待たせしました。発売日は2025年3月6日となります。原作での温かみのあるキャラクターのドット表現はそのままに、全ての背景を HD へ描き直し、各種エフェクトを強化しました。サウンドは原作の印象を損なわないよう注意しながら、環境音や足音などを追加しました。 UI は原作の仕様を尊重しながらもより快適に遊べるようにしました。バトルでは倍速機能の実装やお任せ選択をワンボタンでできるようにするなど、原作で好評だったサクサクバトルがより遊べやすくなる要素を追加いたしました。リマスターではそれぞれの原作の良さは変えずに、新たな環境で楽しんでいただけるように作成しました。たくさんの方に幻想水湖伝の世界で遊んでいただけるよう祈っております。